今日は歌うよ。の動画です。Thank you。 これね、昔の携帯を今充電して使ってるから大丈夫。今日さ、ダイソーに行ってタイプ C のイヤホンも買ったんですよ。買ってみたけど今日は一旦普通の方で、普通の方っていうか、そう、昔の携帯でやるね。あん、もう映って、荒れている部屋。よし、どうぜ。あっ、つっちーさん。つっちーさん、お誕生日おめでとう。おめでとう。Happy birthday, つっちー。ごめんごめん、今を逃したら、もう、コメントもないかもって思って。おめでとうございます。心が縮んでく、うなずいたことまで受け入れられないんだ。目を合わさず生きてゆく術を手に入れてしまったするさのせい。公開し
した答え、なぜ今でも引っかかるあの判断、あれでよかったのか。歌えてやよかった歌えてやった、うまい、嬉しい。私が歌うと力強くなるんだってコメントがありましたね。いつもより大人っぽい歌い方。ほら、道ソロだとめっちゃかっこいい曲になる。本当？メンバーによって違う？歌がもっと上手くなった気がする。最高ねえ、嬉しい。でも確かにあのね、セプト今回の舞台がなんかね、キーが高くて、もう絶対に、まあ絶対でもないけど、なんかキーが高いし大人っぽい楽曲だったから、これ地声で行くよりあの裏声を使った方がいいって思って、歌う最中に裏声使いよったけん、私あんまり歌で裏声は得意じゃないから使わなかったんですけど、裏声を使えるようになったのかもしんない、もしかしたら。日曜日に今村さんのお話かおしまししたらハマってしまいましたな。配信は結構追ってくれるのに、お話し会初だったの？初歌唱。そう。神様負けるくらいには入ってないんですよね。あなたはかっこいいですって。ありがとうございます。息を抜くとこ好きすぎる。お、マニアック。後ろの楽の人好きなの？そう、これ私の好きなバンドの CD ジャケットたち。この方はね、どなたなのかわかりません。カップリングも入ってない。確かにイメージないよね、裏。そう。裏声がね、超下手なんですよ。来てほしいところに、ズドズド入ってる。ズドズド。少し上達したのかな？ねえ、どうなんじゃろう。でもみんなが言ってくれてるってことは。したのかな？やったぜ。ツーショット見つめ合ったら恥ずかしすぎた。見つめ合いね。なんか、いいよね。近いしね。オペラ出身。オペラ出身じゃないですけど。どこ情報？おでこの比率。青春の星を歌った道が印象的でした。そう。歌わせていただきました。裏がミスると目立つ。確かに。なんかね、綺麗に出せれないんだよね、裏声。私声の飛距離が伸びた気が。確かにあの大きい声出そうと頑張りよったけんかもしれん。オペラは前世。ああ、そういうこと。よく覚えてますね。うん、ほほ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 ほ
これがあるじゃん。歌えるかな。声出していこうぜ、叶えたいから、めっちゃ大声で叫ぶんだ、宮地作ってらっしゃるんですよ。それな。嬉しい、歌えるの。ちょっともう一回歌ったらさ、いける気がする。もう一回歌ったら、完璧に歌える気がする。入ってるの嬉しい。練習しよう。じゃあ賛成かわいい歌いながら。
は合同ライブで歌った楽曲たちを2曲59分になったら団長呼びます。もうすぐじゃん。教室の中じゃ興味なんてないふりをしてた。指さして噂する男子たち、僕たちの窓を何にしようぜ。シークレットスーツケース賛成かわいいラララ隠すよ。ノンノンときめきを平常心に賛成かわいいマイハー大切なイノセンスつぶやくよ。 Yes Yes 好きなんだ。それでは団長を呼びます。いきます。13位アリくんさん、12位カリスチックさん、11位5の2つ前はサンさん、10位バフィンさん、9位陽平さん、8位ゆきさん、7位ブルーさん、6位マサさん、5位2学期は学級員さん、4位テリピーさん、3位ツーモさん、2位トラッキーさん、そして1位はトゥルルンジジャン、ナッタンさんでした。ラッキーナンバー22はトゥルルンジジャン。ポルさん、ありがとうございます。また歌いますね。ありがとう。賛成